その方の症状を見てみないと何とも言えないんですけれども、今受験生なんかは非常にやっぱりいらしている方が多いんですね。そういった方のお体を拝見していくと、 ある共通点があります。基本的には集中力がないっていうのは体から来ている場合が非常に多いと言えます。体から来ているってなんとなくイメージがつかないかもしれないんですけれども、基本的に肉体部分が非常に負担がかかってくると、体そのものじゃなくて気持ちの方も非常に歪みやすくなってきます。これはちょっと他のところでもお話してるんですけれども、人間の体というのは肉体もそうなんですけれども、頭、思考とか感情部分で支配されているのが非常に多いんですね。そういった場合が基本的に歪み、構造的に歪みを出してくると、そういった状態になりやすいので、当院ではそういった方の状態をしっかり把握して、それに対して治療であったりとか、いろんな指導であったりとか、そういったものをして、そういったものの歪みを取り除くことによって集中力を高めるように治療しています。当センターでは、来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して、治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったら、お気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。